こんにちは、今日はですね、はい、ハワイ行きます。またですか？今羽田空港なんですけど、チェックイン終わってこれからご飯食って飛行機乗るって感じですね。その遅れた夏休みってことで、そう、今回ちょっと特別ゲストがいるんで後半タイが固定を忘れたらしくてドンキ行きます。世界のドンキ、いってらっしゃい。どうぞ。味噌汁から行きます。はい、てかビールで乾杯じゃないですか。いや、まあ蒸し汁かいっちゃってください。あ、うまっ。ご飯おかわり自由だったので3杯食べてから飛行機出ますで、ここでビールを1回勝ち込むことによってもう爆睡するっていう。ご飯おかわりしてくださいって言ってるよ、分かる。確かに。じゃあ行きましょう、はい、あ、行けてよかった、うん。メガネかけたらさ、外国の皆さんからチェックして乾杯とかしてニコニコしてるみたいな。はずいね。いただきます。今ほじ。ハワイ行く気しないって言ってた。しないね、もうね、まだね。まだね。現状ね。車がでかすぎる。左運転マジでやってるさ。そっから喋んなって。あ、運転しちゃいようか。前のスクーターでさえ怖かったの。あ、運転する？いや、いいよ。愛が運転する方がもっと怖い。来ました。今回もホテルは3回はしごするんですけど、はい、最初はもう週お気に入りのシェラトンです。はい、そこなんで、今日は一旦まあチェックインして、はい、買い物しちゃうか先に。最高ハワイ。あ、グリーンマンだ。グリーンマンいる。はい、やめな、盗撮だよ。エグすぎ。来ました。あ、この間もっとあっちだったね。結構手前だね。うわ、エグ。すげえ、プール埋まってるよ。埋まってんじゃん。シュウが一番好きなホテル、シェラトン。ここは2泊します。ああ、本当に来ててよかった。さあ、来ました。とりあえず買い物をしようっていうことになって。そうだね、まあ、このなんだっけ、ロイヤルハワイアンセンター、これなんて言うんだっけ。そう、ロイヤルハワイアンセンターに来ました。はい、まあキスとかあるとこっすね。まあとりあえずキス見に行って、はい、まあいいなったら買って。そうだね。なんか謎にご飯めっちゃお腹空いてるから。そう、俺はめっちゃ食ってんだけどな。まあ軽く食べて夜ご飯も食べたいから。そうだね。前回は1日目の夜ご飯連れとったんっていうミスを犯したから。まああれはあれでうまいんだけどね。ここです。あ、北感あるね。ここハワイを感じます、本当に。まあちょっとアサイとかも食べたいけど、はい、一旦キス行きます。一旦行って、まあ軽くなく食ってもいいね。うん、軽く食べる。はい、なんか古着屋さん来た。どう？古着屋さんおった。なんかちょっとお腹空いてちゃんと見えない。かわいい。早速帽子買う。購入。これ30ドルでした。30ドル。普通にかわいい。ニュージーンズみたいでいいじゃん。かわいい、深め。本当だ、深くていいね。現地調達。感じもうお腹すきすぎて一旦買い物中断してポチバー来ました。めっちゃうまそうじゃない。週後半も伝えるのめんどくさくて愛と同じって言い出したよね。これちょっと長いね、時間ね。おいしい、うん、じゃあ今食べます。ロケがいいよね。ロケーションがいい。もう海目の前、熱い。歩いてきてる、ね、うん。これなんかで見た、見た、この店。なんかちょいちょい言う、なんか言うってか割と。まあ場所が場所だからみんな来んのか。辛い。辛いよね、結構スパイシーの方、うん、無理かも。え、似合ってるよ結構。なんかあれみたい、ジブリにそういう悪者いたよね。誰？ラピュタかなんかの。このトップスどこにあるんだろう。どこにあるんだろう。これ探せばいいやな。探して一緒に。ケガヤはいいんだよ。ケガヤじゃないで。と。シューもいっぱい買ってる。チェックシャツとか。いっぱいではないけどね。いっぱいだよ。まあちまちま買っちゃったんじゃないですか。
ということで、ちょっと買い物を終えて、何それ、ここのサーフボードのあるアイス屋さん、ここのアイス屋さんマジでうまくて、これを買って帰ってホテルで食べます。一旦ね、で週はお休みモードです。一旦ちょっと時差ボケ感じてて、これこれ言って、これ本当にうまい、あ逆光かも、はい、この蜂蜜がうまいんだよね。蜂蜜追加すればよかった。俺前バナナ入ってたのに入ってないかも。違うんじゃない、この人3時に寝て8時に起きました。さっき5時間愛を放置見てたじゃん、寝てるずっと。ハワイ初日に夜ご飯愛をコンビ下のコンビニのサラダ食べました俺がキビだから今から食べに行こうよ、ま、なんでだよ、今9時だよ、もうまだ9時じゃん、明日何時起き？6時。着替えたし、もう今日買ったやつ、これがポリスターで3000円ぐらいのムシティで、これがそれ L サイズでしょ。これは T シャツにまだシールついてるよ。でこっちがなんか隣のストリートみたいな店で買ったやつで、黒も買ったんだけど間違えて XL 買っちゃった、ブカブカだった。それこの間のハワイの時も XL 買って、 XL はでかいわって言ったのにまた XL 買ってる、うん、今から何しに行くのって、プランやって、プラン街に繰り出す。時差ボケぐらい、時差ボケなんてないです。愛が元気すぎてシュウがしんどそう、ちょいちょい基本的に愛は時差ボケもしないし、ご飯食べた後にすぐ眠くなるとかもないし、シュウと真逆だからシュウが結構しんどそう。いかねとりあえずさあ愛を連れ出す、愛が一人で帰りのコンビニです。愛を連れ出すことに成功した。カキじゃなかったらもう帰るメカキ食べ行こうよ。結構このやっぱシェラトンはね、このほらスヌーピーとか売ってるじゃん、でかいアヒルがいたり。ちょっと一旦街に出よう。買ったスマホのね、こういうやつ、これがさっき買ったやつ。今前の携帯で撮ってるからだけど、ここでスマホぶら下げられるの、いいじゃん。だから手ぶらでお出かけができるって話、最高じゃん。マジでどうすんだよ。まあ一旦この外に出てるっていうことが大事だから。これ本物、これこれの話これの話、本物の日ほら夜のね、ヤシの木、どう夜のヤシの木、どう夜のヤシの木、もう本当この通りにあります。この間はなかったもん ね、なんか最近復活したらしいの。これは免税で買えるよっていう知ってんじゃないみんな、みんな知ってんじゃない、見て、いいよね。海外ってこうワンちゃんさん入れるからいいよね。足長いですごい危険と。何見たいの？なんかとりあえず来ることに意味あるし。じゃあいろいろ見てみよう。このここの牡蠣食べます。え？美味しいかは知りません。でも口コミ良かった。こっちがさっぱりで、こっちがクリーミーです。いただきましょう。これ絶対音源アウトだよね。すげえ酔っ払ってる、顔真っ赤。なんか日本人の方がやってるような感じだったから。そう、なんかオーナーさんがいてね。そう、いっぱい喋っちゃったね。いい人だったね。いい人だった。で、火曜日また行きそう、今土曜日なんですけど、火曜日また行きます。いい人だったね。マジあそこの牡蠣ほんとおすすめ。ちゃんと身が、俺は結構日本で牡蠣食うじゃん、身がちゃんとしっかりしてでかくて、酔っ払ってるからいっぱい喋るあれはね、普通に美味しかった。まだシュウ、これこれ前来た時からシュウがずっと買うか迷ってるやつです。ここの場所ずるくないもうその食料病出ちゃってる。何回も見てたらなんか欲しくなるっていうやつまた寝ようとしてます。この人お風呂も入らず、歯磨きはもう週24時間以上してません。いくよ、はい、せーの、決してせーのよよよ、あるブース、しばらくこやきの上で、へい、終わり。酔われてる。カイルワビーチ行きます。あ、喋るやつね、これこれ風景のあれかと思ったんだけど、そっちのやつ、喋るやつじゃないんだ。もう意気込みがすごすぎて。どこに行くんですか？カイルワビーチ、マイダチのビーチ。
How many brothers fell victim to the street? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for you. 来ました。さっきね、ホテルのところでこの椅子とこのボディーボードも買いまして、このシリキウテンドゥみたいなやつ買って来ました。カイロアビーチ今朝の9時で、はい、あの若干日出てなくて弱いから、若干ちょっとうたた寝したいねぐらいの、お昼寝して、はい、昼寝できたら海入って日焼けタイムしたいと思います。せやな。かわいいね。じゃあ行きます。またカメと会えるかな。あー、俺が会っただけだよ。でも会えば見たもん。見えたよ。あれだってほぼタッチしそうだね。前はこっちから見てたもん。悪いね。良すぎるだろ。見てよ、みんなやってるよ。邪魔されたっしょ。少年うますぎてっしょ。決まりました。これ麺にさ、あいつだって全然決まんなくて店員さん一回行っちゃったじゃん。どっか、じゃあ一回時間くださいって言ったシューはこれもう人気のやつ全部入ったみたいな。2100カロリーえぐい。カロリー爆弾。あれ何味だろう。今何味かわかんないやつとか頼みが好き。昨日辛い辛いって食えてなかったじゃん。辛いの全部シューで渡した。すごいシューのが。これね、やばくない。やばい。とりあえずこれから。うわ、優しい匂いする。愛のやつ。愛のなんか優しいね、すごい。うん、二日酔い。どうぞ。それ多分コリアンチキンだよ。うん、チリが美味しいんだって。ここはチリソースが。これ？うん。カレーかと思った。続きまして、アイランドスノーっていう僕たちが大好きなかき氷を食べに来ました。今からアイランドスノーに行きます。もう行ったそれ。何そのアングル。殺すぞ。倒すぞ。あ、いい感じに焼けてるかも。うん、もうちょうどいいんじゃないよ。あー、夏だね。うん、夏だね、うん、あ、石鹸見ようかな。石鹸見てくる。プール来ました。端っこはもう満席。このプールの海際のとこもう満席。贅沢に使ってる人も全然許せます。はい。サンタさんが多いんだっけ。なんつうやっけさっき。サンタさん多いな。白人のね、渋い人たちがね。ね。これ絶対ダメでしょ。あれあれだよ、車椅子とかの人。あ、ガチで。ガチなやつだよ。ダメだよ。海から帰ってきて3時間ぐらい部屋で寝てしまうところを頑張ってプールに来たっていう、これはもうね、大勝利。名判断。後々後悔しない。危うかん、あそこのホテルに寝るところでした。あ、すごい、なんかと今からワイキキの方に買い物にしに行きたいと思います。ドンキのサンダル。週のせいで出るのが遅くなり、今の時間5時です。なんかいいシルエットのモクレのズボンに今試着してます。あ、試着待ち。デューティーフリーです。え、じゃああっちで買ったらデューティーフリーじゃない。うちはフリーの。どうなんだろうね。どういう感じなの。じゃーん、買いました。お腹すいた、食べ行こう。キャップも買った。あと靴買っちゃったんだ、それ本当に。まあね、嘘嘘。いや、なんかシューがベージュのキャップ買っただけでなんか派手だ派手だって言って。ちょっと派手じゃないこのキャップ。あれ、ご飯どこで食べる。どうする。あのチャイナのところ。チャイナって何。あっちか、遠いね。
前回ハワイ行った時に最終日に行った鉄板焼き屋さんの隣にある和食屋さん、はい、シューがランチの時の重すぎて胃がやられてて、えぐい2100キロカロリー取ったからねなのに天ぷら、はい、いっちゃって、天ぷらいっちゃって、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 あ、それなんだ、すごいね。いや、まだ食べてない俺。何それ。これマジでうまいこれ。だってお茶漬けのお湯だもん。これマジでうまい。美味しかった。美味しそう。梅にしたんでしょ。梅にしちゃった。食べたい。ちょうだい。円を描くようにって言ってたんです。何も言ってなかったかも朝ごはんにアサイーボール、ここのやつ食べます。おはよう。あ、ちょっと逆光だけど、え、マジでうまくない？マジでうまい。俺今までで一番うまいわこれ。俺バナナのやつ、バナナなんとか。あれは結構普通のトロピカルってやつにパイナップル足しました。やばいよね。蜂蜜が美味しい。これ本当にうまい。ガチでうまい。景色はこんな感じです。毎日食べます。はい、トロピカルトライブ。おおはようって感じ。今からアウラニの方に向かって、まあ、ディズニー行きたいと思います。うん、でも宿泊者じゃないとプールとかは入れないから、まあ、近くのビーチ行くか、うん、とりあえずディズニーのショップに行きたいから、はい、週に運転お願いして向かっています。ディズニーオタクですこの女は。もう一個奥やないかい。右方向です。もう一回曲がっちゃうか結構アイたちはこういう感じで進んでます。あとでも14分で着くって。こっちの方面初めて来た。国西に進みます。すごい。ドンキちょっと行ってみたい。およそ1000フィート先左方向です。マジでこの辺で撮影したら超かっこいいね。やりたいの。なんかそれしか話してないよね、さっきから。芝生もいい感じだしさ浮きがも取れるし食料病が出てる。そのアウラニでなんかいいものがあったら食べたいな。どうせディズニーのミッキーの形したパンケーキが出てくるんだろう。最高じゃん。美味しいじゃん、そういうの。シューはディズニーに対して怒りを覚えています。キャラクター商売しやがってこれ絶対使いますじゃあまた着いたら回します。朝ごはんの時に、ね、ミッキー出てくるんだっけ。朝から眠いのにミッキー踊ってんの。朝から予約制だよ。カリカリパレードしてるの。炎上しろみんなシューのインスタ炎上コメントお願いします買いました。しかも2023って書いてある念願の。やばい。シューが買ってくれました。ありがとうございます。見てダンフィーも買った。恥ずかしかった俺一人でこれ持ってる。あとミッキーとかいろいろ買いました。 T シャツとかね。また紹介します。じゃあ次の方行く。もう一個。嬉しい。すごいねこのホテル。次泊まろうで。次泊まろう。うまいっすね。あのディズニーの近くのアヒヤさん、アヒヤさん、なんていうの？うん、このトロピックポティっていうお店に来ました。ポティっていうお店に来ました。じゃーん。じゃあ食べてみてください。お味噌汁も頼んだんだよね。味噌汁が超うまそう。スパムおにぎりとかもあるんだ。あ、スパムあった？うん。ん？どう？うん、美味しい。クリームでーす。うまっ。見てさ、言えられてた。胃もたれしてんだって。エビうまかったな。なんか甘くない？でも美味しいよね。そう、甘いんだけど美味しい。じゃあ集中します。おパンチウサギ。いいよおパンチウサギ。お腹で過ぎてるおパンチウサギ。何？気になるんでしょ。そう、そこに水のね、ここが。そこで足洗ってきて、絶対足つかないように越えて、越えて歩いてきたの。戻れないように、うん、そしたら最後の最後ひっくり返した。人生そんなもんだよね。人生そんなもんだよ。パンチウサギ。このビーチ良かったな。でも波すごいからサーフィンとかボディーボード系じゃないと無理だね。いやでも波が結構この手前だから嘘でこれボディーボードしたい人は向いてないかも。え、
や、それシュウが下手くそなだけじゃん。マリオットに着きました。違う、そっちじゃない。え、もう一個、さっきの方、どんどん早くして。めっちゃ早くやってみて、それめっちゃ早くやってみて。やってんじゃん。それ逆に遅い、早すぎて逆にゆっくり見えるやつ。ということで、はい、ヒゲめっちゃ生えてるんですけど、マリオットのホテルに来て、めっちゃいいね、こう。で、これからこのアングルアラモアナショッピングセンター行きます。買い物やっと行ける。アラモアナショッピングセンター行きたかったんで。 ね、こちらがなんか今までの泊まったホテルで一番大きいかも。なんかリゾート感あるよね、結構キラキラキラ。俺らご飯のとこしか持ってないじゃん。ハワイのグルメ YouTuber になる。来たら撮ります。なんかバナナの春巻きみたいなやつ、シューが好きなやつなんですけど。一番最初に来た。あ、でもチキン来たかも、後ろから。エビチリが来ました。これいいんじゃない、このしょっぱいものと甘いもののバランス。おはようございます。シューはここにいるんですけど、ちょっと今朝の5時、6時か、日の出を見に来ました。綺麗すぎる。ほら見て、どう仙人みたい。じゃあ食べます。いただきます。こんにちは。週のお昼寝により2時からスタートです。違う、アイオン寝てたじゃん。1時間ね、寝てたじゃん、アイオン。なのでお昼ご飯にボガーツのアサイーボールを食べます。ん？本当だ。あそこも人気なのかな。このアサイがちょうどないらしいんで。昨日の朝ごはんのアサイでシュウが目覚めたらしいから、アサイボールに。いや超うまかった。俺昨日のとこ超えれない気がする。いやでもここ美味しいらしいよ。ちょっと食べます。特別ゲストとともにワイキキあっちのホテルにまた戻るから。確かにシュリンプとか食いたいね。アウトリガーのホテル行くから、アウトリガーのホテルの下じゃん。確かに何回でも食えるね。食べれるね。行きましょうか。めっちゃ可愛い。可愛いね。いちご。食べた。待って、目引っかかってる。何今の。止めた。目は強く引っかかった今。ブルーベリーちょっと一回マジ食ってみて。やばい、クソ酸っぱい。蜂蜜美味しくね。蜂蜜かかってないあんまり。そんなわけないじゃん。ブルーベリー酸っぱいマジで、うん、ブルーベリーうまっ。結構目良くなりそう。これぐちゃぐちゃしたい。あいマジで。シュー結構カレーみたいな浅いボール食べるタイプ。愛は結構ごちゃごちゃにして食べたいタイプ。ブルーベリー嫌だから先食べよう。なんで美味しい。でもブルーベリー見て、この量。このアイス部分がマジでクソうまいわ。このクオリティ。アイスっていうか浅いでしょ。それがこれ浅いっていうの。え、このこの紫のやつが浅いだよ。超うまい。浅いだよ。それがハワイからここは確定で。うん、綺麗すぎ。ここどこですか。私の丘っていう景色がいいところでアサイボール食べようとなったんですけど、シュが道断念して険しすぎ、道険しすぎ、途中のいいスポ見つけたんで、ここでよくねっつって、隣の人 YouTube 気にして音楽してくれる。違うよ、曲気にならなかっただけだよ。じゃあ行きましょうか。綺麗だね。あれがダイヤモンドヘッド。綺麗だね。アラモアナで、まあちょっといろいろ買い物して、フードコートで、アイはタイ料理で、シュウは何食べてるんですか。これハワイアンカレーっていう店。ココイチです。もう日本恋しくて。そう、うまい。でもちょうど昨日さ、俺ココイチとかないと無理だわって言ってたじゃん。でも、ね、ハワイにココイチあったらもう無敵じゃん。住める。いや、日本人の方が作ってたらしい。俺ココイチ週3で食ってるからさ。そう、うまいわ。変わんない味が。アイはここのタイ料理屋さんにしました。美味しい。同じ味なの。マジで美味しい。導かれてマッサージです。そう、気づいたらね、駐車場、車はあそこに止めてるんですけど、気づいたらここのなんか
マッサージ屋さんに導かれてなんか勝手に手開けす、開いてたよね、ドア。で勝手に注文して、今勝手に座ってる。で勝手にね、足40分、体60分注文したよね、シュアイスコだったのかな、シュー最後に。はい。オープン。海目の前ではないんだ。いや目の前だよ。あ、目の前ではあるか。あ、ベッド2つあんじゃん。じゃーん。あ、見えるね。すごい、こんな岩を降りて、このオールドみたいなビーチ。これ愛の妹、そういえばスペシャルゲスト。このサンセットのやつです。キャー、シューが今サインなんかできなくて聞いてる。待ってるところでマンゴースムージー頼んでた。焼けたね。髪やばくない？サーファーって感じ。さっき溺れて死にそうなった。必死だったよね、シュー。普通に足ついた。でもボディーボードもトラウマらしい。もういいや、ボディーボードしてるわ、ね、いいのね、言ったね。隊長、隊長どうですか？隊長、隊長どうですか？めっちゃ早かった。トゥーボン名前見てね。ふうでさ、俺ずっと待ってて、なんかふうふうふうって言われてて、で俺ふうじゃないしなと思ってて、なんかふうもうあのトゥーボンのところからこの窓口から見劣り直してこうやって男の人がふうふうって言ってて、俺だったで、男の子たちがフーだってとか言ってマジだから、どういうこと？男の子たちがフーだって、日本人のよ、日本人がフーだってとか言って、男の人がずっとフーフーで、で何買ったの？え、カレーうどん。フーだカレーうどん。うん。なんて言ったの、まず名前の時。わかんない、SHU って言ったんだけど、フーに。 SHU って言ったの？フーに。マジでおもろかった。男の人がフーフーってずっと言ってて、3分ぐらいずっと言ってた。フーだってが一番おもろいわ。じゃあ、はい、フーさん、カレーうどん食べてみて。ハワイの丸亀製麺の味をどうぞ。すごい、結構ちっちゃいね、意外と。最終日に日本で食べれるカレーうどん食べる人、どう？ベリーデシャス、ベリーモードです。ちょっと伸びてるけど、だいぶ柔らかい。いやー、いい景色、すげーな、ほんとに。もうあと来たから退散。2匹乗ったわ、見てた、俺見る。もうって言った。帰ります、ハワイ。ありがとうございました。スペシャルゲストもありがとうございました。ありがとうございます。有吉のやつ、有吉のやつ。じゃあ、またね。